ご視聴ありがとうございます。今回は埼玉県本庄市に鎮座する全国で唯一日本の名の付く社号を持ち、勝負運のパワースポットとしても有名な日本神社と、小山川を挟んだ向かい側にある樹齢650年と推定され、埼玉県の天然記念物に指定されている骨畑の藤が有名で、室町時代の開山と伝わる曹洞宗長泉寺を紹介します。はじめに、本庄市は埼玉県の北西部に位置していて、北は利根川を挟んで群馬県高崎市と隣接し、市内中央部に JR 高崎線、南部に関越自動車道と上越新幹線が東西に横断しています。平安時代には武蔵の国を群雄割拠した武蔵七島の一つにして最大勢力を有した児玉党を構成し、当主でもあった尚氏元宗家が当地に館を築き、鎌倉時代には尚氏から派生した本庄氏がこの地に土着したことが地名の由来となります。15世紀には本庄市の城下町でしたが、後に小笠原市の城下町となります。中世に武家の領城下町として始まり、江戸時代には中山道で最大の宿場町として栄え、明治時代には本庄への遷都が推薦されていたこともあります。商人の町として発展し、明治以降は生糸、絹織物の産地として栄え、工場も建てられるようになり、東諸池からは武甲山の石灰岩に注目してセメント製造事業の開拓を手掛け、秩父セメント会社を設立して成功し、セメント王と呼ばれた諸井常平など日本の近代化に貢献した一族も輩出しました。日本神社の創建は社殿によれば延暦10年西暦791年に坂の上の田村麻呂が蝦夷平定の途中にこの地に立ち寄り、初代天皇である神武天皇を祀って戦勝を祈願し、無事に平定後お社を建立したのが始まりで、創建当初は神武神社と称していたと伝わります。明治7年には6つの神社が合祀され、その後の明治14年に日本神社と改称されました。後に神武天皇となる肥後秀実は45歳の時に、東方の美しい地大和の国こそ都を作り天下を治めるのに適した場所だろうと考えて東征に出発。途中筑紫の国に立ち寄り、吉備の国では3年かけて軍兵を整えます。吉備の国から東に軍を向けて大和の国へ入ろうとしますが、この地を支配する長常彦と戦い苦戦して、兄は流れ矢に当たって負傷します。そして太陽の神の子孫の自分たちが東に向かって戦うことは天の意志に逆らうことだと悟り、再び海路南へと向かいます。熊野に上陸したものの、土地の神の毒気を受け群衆は倒れ、そこへ熊野高倉寺が現れて天神から授かった神剣仏の御霊を奉り、剣の霊力により群衆は起き上がることができ、進軍を再開したものの、群衆は山をいくつも越えたところで道がわからなくなってしまいます。するとアマテラスが夢に現れてヤタガラスを使わし、その案内で軍勢は行き着くことができます。高倉山に登り周囲を見渡してみると、四方要所は全て賊に囲まれていました。その夜夢に天神が現れ、お告げの通りに多くの土器を作り、乳の川上で天神地義を祀ります。長常彦とついに決戦となり連戦しますが勝てません。すると急に黒雲が空を覆い、辺りも暗くなり、叩きつけるように雹が降り、そして一筋の光が差したかと思うと金色の霊子が現れて、肥後秀実の弓の先に止まり稲光のような随光を発しました。長常彦の軍は眩しくて目も開けられず、ついに降参します。後に呼ばれる神武統制を終えて、肥後秀実はかのととり年1月1日橿原宮に初代天皇として即位します。この日付は西暦だと紀元前660年2月11日であり、日本の建国記念の日とされました。こうして大和の国を都とした大和政権は3世紀から7世紀にかけて領域は九州から東北、朝鮮半島にまで及び、その広がりは前方後円墳の年代と分布で知ることができます。神武天皇を祀る日本神社の御利益は武運、国土守護、災難除けで、特に武運の御利益で有名となり、重量挙げメダリストの三宅宏実選手や日本神社のトレードマークとなったサムライブルーの青だるまを報じたサッカーなでしこジャパンが参拝して2011年のワールドカップを制するなど、そのご神徳が知られて多くのスポーツ関係者が参拝に訪れる神社となっています。最後に日本神社の社務所で駐車場となっている新井商店には青だるまお守り御朱印をお受けでき、2008年に三宅宏実選手が北京オリンピック必勝祈願で参拝された時のだるま、2011年になでしこジャパンが FIFA 女子ワールドカップを制した時に報じられただるま、東京オリンピック招致祈願の際に報じられただるまなどを見ることができます。また授与品は、児玉町の八幡神社に神職が常駐していて、日本神社の御朱印の直書きをしています。そして、5月に日本神社を参拝するならぜひ一緒に巡りたい。例年のゴールデンウィーク頃に見頃を迎える骨旗の藤で有名な長泉寺の藤が満開の動画をお楽しみください。